チャン相手の方が見つかりました。これはリザードンか。リザードンはまあランドレヒレがいるんだけど、ランドレヒレで行くかな。グロスが来るかどうかですよね。ランドレヒレの並び自体は悪くないはずで、テテフを見るんであればバシャーモじゃなくてナットレかな。だけど相手のリザードンをケアするんであれば、まあでもランドレヒレでまあまあケアできてるっちゃできてるっちゃできてるからな。どんだけできてるんだよ。ラットレーかな。バシャーモもね、強引にぶん殴っていくっていう点では結構強いから、出していきたいっちゃ出していきたいんですよね。でもナットレーいくか。安全にいくんであればこれだな。はい、では対戦よろしくお願いします。さてさてさて、リザードはねできれば X だってほしい。 Y は正直戦術的にもきつい。Y やったらまあ強にぶん殴っていけるパシャーンは結構 OK。 これはいいんだよな。これスカーフがバレるんですよ。スカしてくるかどうかだよね。スカしてくるにしてもリザードンバックでここやってくるのかな。ありえなくはないけど、まあでもトンボしよう。まあ押してから説明してたけど、このタイミングはトンボすると決めていた。あのね、 X はまだいいんだけど Y の場合にマジで浮かんなくなるんですよね、自信打っちゃうと。まあ、ただここは僕もトンボ返りしそうには見えるから、相手もどうしてくるかはわからない。まあ、リザードいない場合、相手の戦術で地面めっちゃ通ってるから突っ張ってきたか。まあでもいいや、ナットレイがいるからコケコ自体はとりあえず受けられる。でナットレイ、ボルチェン、ボルチェンってお前やられたわ。自信やったな。まあしゃあない。イザが来たら Y でやること、Y じゃないことを祈りながらランドロス投げます。 X はとりあえずいいんで。くそー、ランドにボル、でもランドにボルチェンってやったら初めてじゃないからな。まあ、この辺がでもやっぱちょっと結果論感があるから、あんまりああしたらよかったみたいのは言えないわ。最悪今のところって自信打たれたら打たれたらいいやみたいな意味合いもあったと思うんで、まあ、要はその自信の起点にリザで舞うみたいなやつね。ただね、これリザードン X だった場合ね、 X だった場合は多分 X っぽいんだよな。 Y だったら今のとこ透かしてきそうだけど、いやどうだろう、なんとも言えんな。なんとも言えんけど、ただ X は X で自信が一貫しすぎてる気はする。つってもカバルドンとかいるから、なんだろう、ランドロス来たから終わるみたいなパーティーには見えないけど、 Y だったらここちょっと浮かんないからさ、やめてほしいんだよな。放射具合だったら耐えてくれたりしないから、ランドロス。あ、 Y だ、やべえ、終わった、終わったわ。なんかすげえ中途半端な技をしてくんねえかな。ヒトロチャージとか、ヒトロチャージでもまあきついけどね。これ耐えないよな。あ、耐えた、えらえらいけど、これスカーフがバレてる状況どうするか。地震で一匹持っていく、ラストが分かんないな。地震、ちょここ一匹持っていってサイクル数の有利取らないと勝てないから、雪崩なんかは悠長すぎる。コケコが雪崩2発落ちるかって言ったら多分落ちないんで、このリザードンが素早さ上げる手段持ってた場合はかなりきついけど、まあ、一応臆病じゃなければこっちの方が早いんで、2でも耐えたのでかいな。カバがいる場合はね、初手とりあえずカバに引くっていう選択があったから、相手にはカバは多分ないと思うんだよね。だからね、ラストはミミッキュ、テテフあたりか。グロスはキッティ、カバも状況的にはなさそう。結構キリだと思うんだよね。あ、テテフか、オッケーオッケー、オッケーではないけどさ、悪くはないね。
倒せるか。あ、ギリ落ちない。リザードに戻してきそうな感じはあるけど、いや考えろ、ランドは絶対残さなきゃいけない。リザ来た場合さ、例えばだけど、いやホロスクっていうか臆病スカーフの可能性も考えなきゃいけないのか。いやそこはいいや、もうとりあえずここ地震でいいっしょ。いやリザに引いてきそうだけど、リザに引いてきたらそのタイミングでできるに引けばいいから、引いてきたら多分リザードだよね。うん、これはもういいや。最悪あの岩なだれ連打で勝てる可能性を残しておけばいいから。でこれ晴れたらまあまあまあ消耗さ消費させたんで、あと2ターンだよね。だからここはまずナットレオキル、あのテテフはもうなだれ圏内っちゃなだれ圏内だから、とりあえずはよしとしよう。で仮にここにとっちゃ包まれても晴れがなくなるから、空火でリヒレが落とされてみたいのにはすぐにはならない。マジでしんどいけど、スカーフランドはどっちのリザードにもある程度は対応できるっていう点で連れてきたから頑張ってもらいたいな。しかし2で耐えたのランスくせえけどマジで偉いな。でなっとれいい、ニトロチャージは別にいいんだよね。火炎放射、はい、でランドロス投げるっしょ。てかもうここから岩なだれ連打でした方がいいか、もうこうやってしまったらさっきと言っていること違うけど、ティティフラマーの HP でなだれで飛ぶんですよ。だからここ結構一回ひるませればワンチャンスみたいので、ここ何にしても岩なだれでいいね。ティティフ切ってくるでしょ、その次だよね行動としては。その次の行動、すげえ泥時代に持ち込むか。ここ多分テテフを切ってくると思うんですよ。テテフ切ってきてコケコが出てくるじゃん。でそこでまずレヒレに引くかどうかの勝負。え通る、マジ、それもう地震連打で終わりじゃん。なんだトンボ押すと思ったのかめっちゃいろいろ考えてたのに今、まあ、要はここで今のところ多分テテフを切ってからコケコを出してタクゲームみたいなね、相手のコケコがランドロスを落とすマジカルシャインとかメザパとかを押してくるのを読みでレヒレを投げて一回キャッチするでしょ。で次のターンにまたランドロスに戻すかどうかみたいなタクゲームが無限に発生するなと思ったんだけど、それやまあでも相手まだレヒレ見せてないんだっけ、それもあるかもしんないな、それもあんのかもわからんけど、まあ、ここでテテフの技は基本2回耐えてくれたはずなんで、カプレヒレは、まあ、技によるんだけど、まあ、スカーフテテフの技だったら2回耐えられるっしょ。いやーでもマジで終わったと思ったけどなんとかなったな。テテフってなんか素早さ上げる方法あったっけ、こいつないと思うけどな。あ、なんかなんとか Z とかはなしでね。テテフはね、控えめスカーフは抜いてるんだけど、こっち陽気スカーフなんで、臆病スカーフは当然抜けないんですよね。臆病スカーフテテフってどの程度いるんだろうか。ここは一旦レヒレ。ただ、臆病スカーフレヒレの場合、絶対にレヒレをワンパンできないから。まだレヒレ見せてなかったんだっけな、そういえば。最近ね。OK。D ダウンも引いてない。で、ここは全力の Z 技で攻めましょう。最悪ランドが上から叩ける可能性がまあまああるから、ここはランドバックとかはしない方がいいと思ってますね。引いてきた、まあ、最悪これで飛ばせる可能性あるしな。絶対飛ぶだろこの HP は。 Z だったら満タンの状態で確か低ランとかだった気がするから、ちょっと削れてるの落ちそうな感じはするな。いやでもね、まだわかんねえんだよ、こっから。ここが難しくて、持ち物を考える必要がある。僕の予想では、ティティフはスカーフ。なんで、で、ランドを抜かれて、ランドを抜いてる可能性があるんで、ランドを切って、レキレ出して、殴って勝ちっていう風にしたいんですよ。ただ、こいつが Z の場合、問題は。Z の場合は、やばい。さっきのダメージが72でしょ。
1.5 倍入ると考えて、いや絶対落ちるね。だから Z じゃないことに期待してランドロスを投げるか。 Z の場合はここ普通に殴られて Z でレキュー飛ばされて負けっていう風になっちゃうんですけど、どっちか分かんないからな、まだ相手 Z 切ってないし。臆病スカーフの場合はランド抜かれてるから、さっきも言ったようにこういうこれでよかったんだけど、いやーちょっとわかんねえな。でも Z はコケコだと思うんだけど、コケコとティティングどっちが Z っつったら大体はコケコになると思うんだけどな。さあ頼む、 Z はやめてくれ。 Z 以外の技だったら一発耐えてくれる。ムーンフォース、あぶねえ、多分これスカーフだったな。読み合いを制したか、やっぱ急所とかで死ぬなよ。よし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 、危ねえマジで。終わったと思ったわ、いろいろと。対戦ありがとうございました。対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーがこんな感じ。またリザーグロスか。前回の反省を生かしてちゃんとリザバイもケアした選出にするか。つってもラティオスはさ、みんなラティオス殺すって言ってるようなメンツじゃん。アゴに月光がにユタグロスに見切って、な何考えてんだ。ラティオス殺しますって言ってるようなもんじゃん、こんなの。ランドレヒで、てか今回バシャンも自信じゃねえからちょっとまずいんだよな、アーゴヨンが。ただランドロスには逆にちょっとだけ強く出れるみたいなところはあるかもしれない。あ、どうしようこれ。え、どうしよう。でもバシャーモは出してもいいな。てか消去法でバシャーモじゃないこれは。はい、対戦よろしくお願いします。何から来るかな。ちょっと先発は読めないけど、月光がだったらとりあえずいいや。月光が OKOK、まあ、スカーフ月光が死んでくれ、それは死んでくれ。ここはランドロス、でトンボからレヒレに引くやつをやろう。でトンボ返り、猫がめちゃめちゃ暴れてる。いやこれ100年ぶりぐらいにこれ自分の動画見たら猫の声ってあんま入んないもんなんですね。いやちょっとだけ聞こえることはあったけど、なんかめちゃめちゃ猫が騒いでる時もあんまり動画上では聞こえてなかったことが多かった。ここはレヒレバック、なんかわずかにちょっとほんのり聞こえるみたいなんだけど、ほんのり聞こえるって言うか普通。まあここはレヒレバック出すとはやめちゃね。ネットビーム、はい、それはいいぞ。波乗りにしとくか。アゴバックは多分してこないしな。結びや、これ耐えるわ。草 Z じゃないんだね。ここからキロ行くか行かないかって全然行かない。で波乗りで倒して、波乗りしたのはリザーバックが嫌だったからですね。でアゴが来たら Z で切るでいいかな。ランドに引くのも一向だけどな、ここランドに引くか。スカーフバレてんだよね。でもスカーフバレてること考えるとめっちゃ難しいぞここ。一旦ヘドロウェーブとか押してくるかな。あー、ヘドロウェーブか。いやこれスカーフ耐えないよな。そう、スカーフバレてっからさ、ドラゴン Z ブップみたいなのもありえるなと思っちゃったんだよね。でもバシャーモが技一発耐えてくれるか。今ドラゴン Z は食らっても一応だけど、あのフィールドで半減だから、これメサパでいいね。ただこれ D 下げてるからな、普通にヘドウェイを押されるだけでちょっとまあまあ痛いかもしれない。落とされることはないでしょさすがに、フィードで半切る状態だから。え、メサパ何、メサ地面かこれ。さすがに落ちないでしょ。ドランナ連れてこなくてよかった。でメサパ OKOKOK、
やっぱバシャーマをこの殴りながら素早く下げられるのがでかいわ。でこれ守ったら抜けるよな。守れさあラスト次第だけど、まあまあルラが何でもやれそうな感じはある。いやさすがにフィールドあるからこれは落ちないっしょ。これ負け筋を考えるんだったらなんだ。いやでもグロスだったら別にランドでほぼほぼいけるから、メザパプラスただあれで落とせるかって感じ。いやここでもメザパでいいな。相手もランドの場合に、あれあれちょっと待ってこれ素早さ1段階アップのアゴって、やんちゃの調整バシャーモが2段階アップしても抜けないのか。やべえ全然抜けないとは思ってなかった。いや最速じゃないのはちゃんと認識してたんだけど、そっか抜けないんだ。まあ、ただ向こうからこっち落とす技ないっしょ。ラストが何かって話ですよね。ギザードンだろ、ラストは分かってる。かわせ、おかわした。これなんか自信落とせるね、なだれで。よしよしよし、まあクロスだったらそもそも地震で落ちないから無理だったし、リザードンだろ今んとこ。何が重たいか分かんないけど、いやリザードン、リザードン、あーマジで最悪。つかやんちゃメガバシャモのやんちゃのあの調整が生きたことが今までない気がするな。ちゃんと地震メガバシャに戻すか。まあ一応ね無限にひるませるだそしたらワンチャンあるかもしれないからやるだけやろう。やべえマジで素早さちゃんと把握しなきゃダメだわ、初心者かよ。対戦ありがとうございました。